たいな競争にも慣れて、あんなほどども平和と見間違う乱を吹こうから、波を打ちながら見失えない敵はどこだ。平等性原理主義の概念なんてなくて、拾う武器がまるでエトセトラ、広告ピン差し、ちゃんと喋らなきゃ人形と差し変わらないし、会えにあない行く人だかり、わやめ上を取ったり高い崖取ったり、そん中僕は土平野を駆け回り、的と武士になるクソエイムの射撃戦、レレレ気取ってる雑魚ステン、ひどくて弱くて目が回りそうです。チャンピオン取るのを目指してパーティーを組むけど、味方たちを驚かせてしまう雑魚になる。上場ワンマが打ってゼロヒット、今日全然ダメージでね、相談してみると僕らの戦法は卑怯になり差がある、こっちを向くなよ、背を向けといてよ、それで勝ち確にならないけど、ああ祭り場や血が聞こえたら、高ぶって魚振る人、生きて守る人、多分不幸者だろう、でも間に読むのなら、クソ雑魚極まれり、戦闘開始で謎つける、当たるわけないウィングマン、見っくりして出たゴミ売るとなんです。星が立って土足でアンチは収縮するけど、ロボットアンチ用法アップデートを果たしたなら、キルゲット、ウォーウォーウォー、ワンマンが打ってゼロヒット、ララ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 、味方超キレイ、キラメントならしい、頑張れ、ごめん、ナイスナイス、ごめん、何もできませんでした。僕普通に円で死にましたわマジで、もうマスティフとか火を吹くぜっつってたのにさなんか変で普通に死んじゃった嘘でしょ、やば、ごめん、27ダメ27